こんにちは、ベロチャンネルのゴです。アスキです。キエです。はい、今日はですね、まあ、大人気企画の、パーマ解説動画ということで、はい、はい、ベロのパーマ隊長アスキに来ていただきました。隊長、今日はよろしくお願いします。隊長、お願いします。はい、今回のパーマはどんな感じなんですか？今回のパーマはウルフパーマということで、はい、今こうすごいおしゃれメンズたちから来てますね。来てるパーマですね。ウルフ多いですね、はい、そうですごく来てますね。めちゃくちゃ来てるスタイルで、まあ、うん、ちょっと表言葉で表現すると菅田将暉っぽいスタイル、ははは、うん、菅田さんそっち系のなんかおしゃれなスタイルがお好きな方にはすごい刺さるスタイルだと思うんで、ぜひちょっと最後まで見ていただきたい。すごく雰囲気出るよね。そう、雰囲気出る系です、ね、雰囲気系よね、はい、菅田将暉さんで、あと藤井風さん、藤井風さんね、はい、あとは、あと綾野剛さん、あ、うん、はい、島の剛、また言いました、はい、島の剛さん。なんかこれ今ネープから巻いていくやね。そうです、ネープから ADS の方から外羽根作る感じで、うんうん、これさ、外羽根する時ってさ、はい、平行か、はい、平行かややハの字でスライスで僕は取るんですよ。はいはいはい、まあ厚木今平行に取ってね、はい、これ僕ややハの字にするときって、ややハの字スライスで取ったら跳ねたときに正面からゴインって見えるのよ。僕結構見える方が好きやから、はいはいはい、これブルー字で取っちゃうと中に寄っちゃうやん、はいはいはい、だから逆巻きしたときに、ルイで逆巻きは中に真ん中に寄ってくるから、そうそう、なんかそれ分かる？分かります。ブイ、うん、ではあんまり巻かない、ね、そうですね、うんうん、基本的にはもう平行になるように巻いてますね、うん、そこね、ちょっとこれ多分結構あの案外分かってない人多いかもしれない。そうですね、大事なところですね。大事なところですね。うん。で、ここから巻き始めて、このそう逆巻きからのつながりの部分、ここどうなるのか見どころです。方がちょっと、はい、はい、あ、はい、はい、はい、スパイラル、スパイラル、交互、交互です。縦巻きですね。はい。これな、俺平巻き来るんかと思ったけど、逆巻きからいきなり平巻き来るんかと思ったけど、はい、ここでスパイラル入ってきてくれて嬉しいです。あ、よかったです。うん。それなんでですか？まあそうです。ここはスパイラルの動きで、一番こう、僕ウルフのパーマいろいろやったんですけど、うん、スパイラルのこのちょっと無造作にワシャッと動く感じが一番このやぼったいスタイルに合うなと思ったので。やぼったいよ。ちょっとやや野暮めのスタイル、野暮め、野暮めのおしゃれ系のスタイルなので、ちょっと長さ残してるんで、なるほどね、それにはスパイラル の無造作感が一番合うなと思ってるんで、なるほど。そこ平巻きからいきなり、はい、平巻きと逆巻きで急にパンパンって変わっちゃうと、ちょっとこうボインボインって、あれもまあ全然ならない人はいいんやけど、うん、まあなる人の方が多いかなっていう感じなんで、うん、ここはまあスパイラルでつなげてる方が、うん、まあすごく万人的にいけるかなっていう、はいはい、うん、軽く重なってくる。そうそうそう、基本的にそのパーマのね、初心者のまあね、まあまだスタイリストデビュー前の子がね、パーマモデルさんとかでやっても、ね、これやってたらまあまあ失敗せずに、そうですね、かっこいい感じにはできるんかなっていう、うんうん、下から巻いていくんやな。僕はそうですね、あつきさんはね、僕は上から花なんですよ、はいはいはい、まあ、どっちでもいいんですけど、そうです、ね、本当にどっちでも慣れてる方で、でも僕は速さもかなり重視するんで、はいはいはい、上から巻いて、はい、もう一切ブロッキングせずに、はい、ババババババって下に向かって巻いていけるんやったら、はい、その方がやや早い。いや、そうですね、やや早い。止める時間ないです、止める時間ないから、そこがあるかな。でも全然どっちでもいいと思う。そうですね、でも基本的に下からダッカールで止めて巻いていった方が分かりやすいよね。まあそうですね、あ、分かりやすいし、あの、人にパーマを任せるときも任せやすい、あ、アシスタントに任せるときも、パーマの感じもね、均一に取りやすい、うんうんうん。なあ、キエちゃんももしヘルプでさ、うん、まあもうキエちゃんもデビューしましたけど、うん、アシスタントの頃ヘルプで任されるときに、うん、上の方から巻いていってって言われたら、うん、何個このぐらいのスライスで巻いて、取って下から積み上げるように巻いていってって言われた方が分かりやすい。そうですね、ブロッキング取ってくれて、そうやな、そうやな、うん、分かりやすいよね、いね、確かに分かりやすいよな、うん、でここ何色でここ何色でね、言ってくれたら確かに、まあ、そういうメリットあるね。ここから顔周りですね、うん、そうですね、顔周り、あ、
フォワードでフェイスラインいっちゃうんですね。そうですね。顔周りに欲しい。顔周りに欲しいですね。あ、ちょっとこう、顔周りに動きが欲しいんで。なるほどなるほど。やぼったさといえば、これね、サイドの系ね、これ僕らウルフパーマで、僕ら世代やったらここのサイドのアウトライン全部逆巻きでいっちゃうことが多いよね。あ、はいはい。なんかでもスパイラルの方が今っぽいよね。なんかそうかもしんないね。ここから見た時のこのランダム感が欲しいんで、ちょっと平でやりがちやった。もう今までの癖で、サイドの、あ、そうやね、サイドもスパイラルで行くのもありやね。そうですね、確かに今っぽいな。今のちょっと発見っすね。あ、かわいいですね。ありがとうございます。いや、もう次からもう僕もスパイラルさせていただきます。でも人によるやんけど、お客さん世代はでもやっぱこっちを求めてるんですかね。ちょっとこっち寄りの、あの躍動感ある感じの方を、このウェーブで垂れ下がっていくような感じというよりは、ちょっと躍動感とか力強さみたいなのがある方が好きな感じの人はまあ多いけど、でもまあ、それはまあ人によってって感じですけど、まあまあ、今っぽさを求めてる人はまあ、オールスパイラルで、そうですね、ベースでいってネープだけ跳ねさせてるみたいな感じが今っぽいやろね。あとこのスタイルで割と結構カットが重要ではあるんですけど、まあ、マッシュフベースの感じで切らせてもらって、まあ、あ、なるほどなるほど。そうですね、あんまりウルフルフさせてない、させてないです。トップちょっと長めに残したスタイルではあります。で、前上がりっていうのは結構ポイントです。前上がりやね、はい。ウルフスタイル前上がりの方ちょっと渋さ出るかな。なるほど、そうやね。今なんか雰囲気ね、雰囲気出るかな、出る系やね。そうですね。だからなんかサイドと、サイドの毛とバックの毛、横から見た時にサイドの毛とバックの毛がさ、ちょっとどんな仕上がりになるかまだ分からへんけど、おそらくこう下がって繋がってる感じだね。あ、そうです。ここでクイッと耳周りが切り込まれてないよね。あ、そうです。なだらかに繋がってる感じが。耳周り切り込む系のウルフは、ちょっとチャラさ出る。で、この全部耳周りえぐり込まれずにそのまま横に下がっていくウルフって、こうなんていうのかな、雰囲気系。雰囲気系ですね。まあその方が今っぽいね。そうですね。今を止めてる方多いんじゃないかなと。あんまりこう縦フォルムしすぎずに、ちょっとこう横にもあるような感じ。そうですね。ちょっと丸み出る感じの。まあ、王道マッシュの切り方と割と逆の切り方してるんですけど、下がりにならず、前下がりにならず、前上がりやね、前上がり、逆の切り方で作ってます。まあまあ、ちょっとマッシュルフ近いシルエットで切って、そうです、ね、ああ、まあもうこのパターンやね。このパターン絶対かっこいいやん。もう見えましたね。ケイちゃんはこういうウルフどうですか？え、好きですよ。あ、好き。めっちゃ、あ、そうな。前まではあんまり好きじゃなかったんですけど、なんか好きですね。最近好き。おお、かっこいい。あ、いいですね。モデグリ？モデグリ。モデグリ。モデグリ。愛用。モデグリ好きやー。ツヤ出したい時はモデグリ。ちょっとこの鉢回りのこのやぼったさがあえていいね。そうですね。あえて、割とこれくらい。ボリューム出してもいいのかなって感じで。ただこれ剛毛の人、これ、はい、このカットラインで透かずにいったらえぐいことになりますね。もうブロッコリー鳥の巣みたいな。そうそうそう。あ、いいですね。いいですね。あ、この感じいいですね。そうですね、これが、襟足がもうちょっと長かったら、まああんまり長くなりすぎるとちょっとやりすぎ感も出てくるし、一番こう切りたてのバランスとしたら一番ちょうどいい、ちょうどいいバランスで使わせてもらいました。雰囲気すっごく出るよね。多分したい方多いんじゃないかな。多いね。女子受け的にはどうなの？徐々に増えてきてると思うんですよ、やっぱりこういうスタイルが好きっていう人は。確かに。で、チャラさを感じないですもんね。チャラさ、チャラく、確かにね、そこでしょう、ね、そう、チャラいのとイケてるのはまたちょっと違くて、昔はちょっとチャラいイコールイケてるみたいなとこあったけど、それがちょっと今はちょっと違うんですよ。今はおしゃれですね。そう、おしゃれの方がいいんじゃないかなと思います。このウルフパーマかけたい人いたら、あの、ぜひ、あの、厚木くんが、大阪店だったら龍也とかはすごい、あの、ウルフパーマ上手なんで、もう示してきていただけたら、あの、いいかなと思いますんで、ぜひお待ちしております。お待ちしております、はい、それではまた、バイバイ。